こんにちは。前立腺太郎さん、こんにちは。安価で料理作っていきますから。じゃあコメントナンバー、じゃあコメントナンバー5番ね、一発目の食材どうぞ。はい、じゃあ5個目で5番目のコメントで、あんかそりゃあんかといえばもやしだろ。わら、いや、それあんなかはダメです。あんなかは放送で動画にできませんから。はい、じゃあ10個目、1番目の食材は10個目です。はい、どうぞお願いします。何が食材かな、何が食材かな、テレレレンテンテレレレン。はい、皆さん駆け引きしないでください。はい、10個目どうぞ。はい、はい、どうぞ10個目。モナクニコ生クルーズが到着。まもなくニコ生クルーズ。すごいよ。くまモンは食材になりません。はい、じゃあ20個目、 CPU100% めっちゃ仕事。どういうこと、何の話。肝臓。20個目、はい、20個目が食材になります。アスカじゃなくってくまモンダメです。あんなかダメです。はいはい、20個目、来ますよ20個目。はい、20個目、豆乳自殺。食材でお願いできます。はい、じゃあ25個目食材になります。はい、一発目の食材、はい、ドン。25個目あんなか、だからあんなかはならないんだっつうの。胡椒クルーズが去っていきましたぶわ。可能マスネ。はい、じゃあ30個目はい、じゃあ30個目がお好み焼きってます。リンゴ。はい、リンゴ決まりました。リンゴ、ね、第1つ目の食材はリンゴ、確定しました。じゃあ大好きなソーシャン何やってんの。いや、安価で安価で料理です。はい、じゃあ2つ目の食材、35個目、35個目が2つ目の食材です。はい、どうぞ。くちゃくちゃ、うどん、インソール。はい、40個目、はい、40個目が2つ目の食材です。はい、どうぞ。何が食材かな、何が食材かな、デレデレンダ。イカ、生卵、焼酎、チーズ、うどん。チーズだ。チーズとリンゴか。じゃあ次はね、料理名を決めますよ。料理名を、じゃあ45個目に料理名お願いします。料理名、はい、ドン。料理名、チーズとリンゴでバーモンドか、おでん、ラーメン。闇鍋。闇鍋ダメだな。闇鍋ダメだろ。これ企画倒れ。いや、企画倒れじゃないし、今めちゃめちゃ今人気、今めちゃめちゃ今なんだろう、テンション上がってるから、リスナーも僕も。じゃあ50個目料理名お願いします。闇鍋ダメです。はい、50個目どうぞ。50個目、はい、どうぞ。50個目、焼きリンゴ、ハンバーガー、タルト、白、そうめん。タルト、
そうちゃん丸焼き。お菓子か。お菓子はチーズとリンゴとタルト。ごめん、パスしていいかな。パスしていいですか。パス。まともやん。まとも。普通笑。いや、お菓子でね、俺ちょっと無理。お菓子ちょっとハードル高いわ。普通なんだけどさ、チーズとリンゴってタルト。食い物にしてもらって、料理にしてもらっていいですかね。許してくれる？はい、じゃあ許してもらったところで60個目がいい。はい、ありがとうございます。60個目が料理になります。はい、どうぞ。60個目ね。じゃあ改めまして60個目目の料理目お願いします。60個目。さあ駆け引きしてます、リスナー同士で。さあリスナー同士で駆け引きしてます。さあ60個目を争う戦いが始まってます。駆け引きしてます。寿司。はい、60個目。お好み焼き。これはい、次。はい、60個目ですよ、次。さあ、何になるんでしょうかね、60個目。さあ、何が。たこ焼き。たこ焼き。やっぱ企画だ俺。わら。タコバーガー、もう気に入ったの選べや。たこ焼き好きやな君。まだいけますよ皆さん。まだその予算1500円までいってないから。はい、どうぞ次。ね、じゃあね、70個目に次の食材、第3食材。オフ会まだ。第3食材、はい、どうぞ。第3食材、まだ余裕、予算1500円余裕ありますんで。フォンドボーはどうや。フォンドボー、いや、もう料理名は決まったんですよ。料理名もたこ焼きで決定したんで、食材お願いします。うなぎ、チョコレート、みのき、揚げ玉。揚げ玉、はい。揚げ玉。まだ予算よ。まだ予算に余裕あるんで。マック赤坂。マック赤坂は入れられません。はい。普通。わら。あのね、普通勢が一人いるから、あの どんどん普通にしようっていうね、ハバネロ、狙ってるのか。細川ミクロの話するんじゃねえよ。狙ってるのか、それとも普通にすることによってその盛り上げさせないようにしてるのか、それとも思いやりで普通にしてるのか分かりませんけど。はい、じゃあまだ食材ね、予算に余裕があるんで、80個目。80個目に第4食材来ますよ。はい、どうぞ。ラムネ。80個目。80個目、どうぞ。80個目。コンビーフ。よちゃんイカベー。はい、ごめん。はい、まだ予算ありますね。まだ1500円に届かないんで、じゃあ85個目に、第5食材
これどこが面白いの？第5食材、はいどうぞ。いや めちゃめちゃ盛り上がってるから、リスナーのテンションすごい感じる、でも駆け引きがあるから、やっぱし俺が85個目取るんだっていう、それは誰にもわからない、駆け引きがあるから盛り上がってないように見えるだけで、実際はこれ85個目取ろうっていうこの駆け引きやってるから。卵85個目、カタツムリ、ヨーグルト、わさび。ヨーグルト、はい。チー、リンゴ100円でしょ、チーズ100円、揚げ玉50円、ヤマトクソゴキブリ、米が50円、もう1500円だろ、ヨーグルト、いやまだだろ、まだ600円くらいだから、はい次。早くも飽きてきた。うん、いや飽きてないでしょ。95個目、はい食材どうぞ。95個目に、95個目に、はい食材追加、1,2,3,4,6 個目の食材、第6食材どうぞ。キャビア。95個目。アンチョビ。松坂牛。草や片栗粉。どんぺり、かつお節、普通。大好きなそうちゃんら小学生扱いされてんぞ。片栗粉つまらん。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 はい、じゃあ100個目、105個目。はい、105個目が。つまらん。105個目が、1,2,3,4,5,6、第7食材。はい、じゃあ100。はい、110個目。110個目、分かったから。うん。110個目が、次の食材です。はい、どうぞ。まだ予算に。予算つまらないな、伊勢海老、つまらんわ、つまらんわ、はい、はい、105個、はい、15個目、はい、はい、115個目です。115個目盛り上がってきましたね、コメントが走ってきました、盛り上がってきました。115個目どうぞ。115個目みかん。さあ、駆け引きがあります。115個目誰が取るのか。115、アンバサ、キムチ、アンバサ、コーラ、ん、アンバサ、アンバサ、アンバサ売ってないだろ。懐かしいなあ、アンバサって何の味がするんだっけ。これホワイトウォーター、乳酸菌飲料だ。あんなか、あんなかじゃねえんだよ、あんなかはダメだっつってんだろ放送中は。はい、じゃあ次お願いします。アンバサが、入手困難ということで。カルピスソーダみたいだったな。カルピスソーダみたい、そんな味だよな多分な、うん、あ、じゃあ125個目、125個目です。125個目が、第何とか食材になります。はい、どうぞ。さあ、盛り上がってきました。125個目メロンイエロー、カソ、うん、さあ、駆け引きです。ぐんぐんミルク、うまい棒、キムチ、うまい棒、はい、いいですね、こういう、分かってるわ。
っぱこういうのだよね、うまい棒。こないに盛り上がらんとはな、わらわら。はい、まだ予算余裕あります。130個目、はい、どうぞ。130個目。よちゃんいか、130個目、どうぞ。さあ、盛り上がってきました。これたこ焼きっていうのが難しいな。ん、はい、130個目。キムチ、はい、キムチ入りました。1,2,3,500,600,800円、まだ予算ありますね。大丈夫ですね。これたこ焼きって、これどうしたらいいんだろうな。これこれたこ焼きってこれさ、いや全然想像つかないっていうか、どう仕上げたらいいのか分かんないな。はい、じゃあね、たこ焼きあんの、たこ焼きあります、あります、あります、鉄板あります。はい、135個目、まだ予算ありますよ。135個目、どうぞ、ね、次の食材どうぞ。何が食材かな、何が食材かな、テレレレンテンテレテテン、何が食材かな。マーマレード、タコ、プリン、チャバネゲ、ハゲイコキムシン。イカ、まさこのタコ。はい、じゃあ、はい、140個目、はい、次の食材、140個目、どうぞ。はい、何が食材かな、何が食材かな、テレレレンテンテレレレン。メントス、うなぎパイ、ニンニク、クド、フリスク。真偽だな。うなぎパイは真偽だろう。いや俺お腹いっぱいなってきた、もう。いや、そもそもお好み焼き作りすぎた、これ吐きそう。うなぎパイ料理変えた方がよくね。いや、もう決まっちゃったことだからしょうがないでしょ。もう天使が決めたことだから。ちょ、うなぎパイやめていいかな。ちょっと審議委員会開きます、うなぎパイ。うーん、はい、ということでね、うなぎパイなくなりました。はい、じゃあね、150個目が、そこは帰れるんだ。いや、うなぎパイは審議対象っていうか、もう、うん、あのね、厳正なその調査 の結果、めちゃくちゃだな、ガキリンな父ちゃん。厳正な審査の結果、あのうなぎパイなくなりました。はい、150個目です。150個目が、はい、どうぞ。150個、もう予算がもう危なくなってきましたよ。もういつラストオーダーになるかもしれません。150個目、はい、どうぞ。うなぎパイ、どんだけ俺にうなぎパイ食わせようとしてるんだよ。ベビースター、ナイス、麦麦。うなぎパイはダメですから、うなぎパイダメ。あ、155個目、155個目ですよ。155個目がお腹いっぱいですよ、僕。155個目です。155個目、どうぞ。プッチンプリン、うなぎパイ。はい、160。はい、160。
はい、160です。次、はい、160。マグロ、うなぎパイ。160、ドキッとしました。うなぎパイ、ピーマン。はい、ピーマン。はい、ピーマン。もう次ラストオーダーにしようか、これ。審議。うわ、確定でしょ。次ラストオーダー。入らないよ、このたこ焼きのさ、この中に入らないから、食材が。3、4、5、6、7、8、9。4500円超えてるだろ。いや、まだ大丈夫。あ、これに、俺にしよっか。ラストオーダー、はい、次ラストオーダー、はい、次、はい、次ラストオーダーですね。165回ラストオーダーになります。はい、どうぞ。165です、ラストオーダー。青のり、あんこ。あんこ、あんこ、エルチキ。審議だな、これ。スーアンコウは？あ？また審議きたー。きたねー。アンコウ？もう大好きなソウちゃんが好きな文句えよ、わら。はい、175がラストオーダーになります。はい、175がラストオーダーになります。はい、どうぞ。175、あんこ、あんこ、これたこ焼きじゃなく、たこ焼き、チロルチョコ、ん？きなこ、びっくりマンチョコ、はい、桜えび。ということでね、ありがとうございました。ということで、今回ですね、大好評ね、リスナーも盛り上がりました。このアンカー、あんか飯第1弾、あんか飯第1弾は料理がたこ焼き、食材の方がリンゴ、チーズ、揚げ玉、米、ヨーグルト、片栗粉、うまい棒、キムチ、たこ焼き、ピーマンとなりました。はい、おめでとうございます。ということでですね、僕これで料理を作ろうかなって思います。ありがとうございました。